お願いします。まず廣高選手から竹原さんにこう見てもらった見てもらった感想をいただければと思います。はい、そうですね、しっかり次のカリンベノイの対策までしっかりしていただいたので試合はバッチリだと思います。ドラゴンでミット持ってた時から比べるともうさらに格段にスピードが上がってて、で殺気も増してて、やっぱり練習以外の会話でも説得力というものが最近ついてきて、なんか廣高自身も覚醒したなと。でこのタイミングで K1 トーナメントがあるので本当に結果も期待できますよね。今はチーム持ってからね、はい、僕がチーム持ってからは、はい、ないですね。はい、そうですね。ぐらいだね。はい。本当に最後はグローブ交えて終わりです。あ、そうですね。はい。引退試合で。じゃあ今回、トーナメントに向けてっていうところで、兄弟で2人とも出るっていうのはある関係はやっぱりしてるんですけどね。はい。別の練習環境にしないといけないとか。あ、 いえ、もうお互いもう知り尽くしてるんで、そういうのは気にしないで練習は一緒にやってます。はい、スパーリングは別ですけど、ミットとかは同じ時間に見てもらっていつもと変わんないですね、そこは。はい、はい、そうですね。今回、ベノイにやろうと思ってたことがそのまんまリーさんに見てもらってやっていただいたんで、やっぱり間違いなかったんだなって思いました。はい。はい、その後の試合とか、なんか変な感じのとか、どんなものがありましたか？試合というよりも、普段の言動すべてが、もうすべてがもうトップですよね、一流になってきて、頼もしい、やっぱりチームドラゴンを引っ張ってるリーダー格の一人だなって、はい、感じてますね。あと今日も今、廣高が、言ってたんですけども、カリム・ベノイ対策というよりもシャドウであったりとか、先ほどアップの時にサンドバッグ打ってたんですね。それで、廣高が何をしたいのか、何を練習してるのかというものを考えてミットを持ちました。でもまだ僕の中でも、先を見越して出してないパンチも、僕が要求してないパンチもあるんで、ミットが全てじゃない。はい。はい。そうですね。会う人みんなには、兄弟対決期待してるよって言われるんですけど、僕の中では本当に1回戦すごい大事な試合で、もうそこに全身全霊かけていきたいと思ってます。
もう40戦ぐらい、はい、近いですね、40戦やってるんで、あのもう第三の目といいますか、例えば自分がリング上がって、自分が相手を見るのが第一の目 でセコンドの目、いろんなアドバイスを聞くのが第二の目で、第三の目っていうのはあのお客さんを満足させる、お客さんの期待に応えるのが第三の目だと思うんですよね。でそれはもう身についてると思うので、もう安心して、ね、リングを見届けたいと思ってます。はい、仕上がりとか調子とかどうですか。そうですね、最近の試合はちょっと減量方法を変えて、それがちょっとうまくいってない感じがあったので、あの試合の日も足に力入らなかったり、結構そういうこと、そういうミスがちょっとあったりして、いいパフォーマンスができなかったんですけど、今回はあの調子がいい時の、一番調子がいい時のあの減量法というか、あの徐々に落としていくっていう、しっかり節制して、普段から節制してじっくり落として、あの、試合で最高のパフォーマンスをできるように仕上げているんで、いい試合できると思います。練習中って話でしたけど、まあ、1日3試合戦うっていうことで、はい、やっぱりどのコンディションっていうのは大事になってくるのかなと思います。うん、そうですね、はい。ただ僕は、カリベノイってすごいガード硬いんですよね。で僕フランスで声のセコンドついて見てたんですけど、本当に鉄壁のガードで、誰も崩せないんじゃないかってぐらい本当硬い選手なんですよね。その選手を完全にマットに沈めることしか考えてないです今は。はい、で1回戦から思いっきりいきます。あの平野選手は、はい、入ってるかブロック的には、はい、大井選手2人とも、そう、はい、有名なというか海外でも強かった選手で、はい、まあ、厳しいブロックに入ったのかなと思うんですけど、はい、まあ、そういった中でこう勝ち上がることとか、なんか、はい、そうですね、何が必要かっていうと、まあ、やってきたものを全て出すことが一番だと思ってます。はい、もうキャリアもだいぶあるんで、あの1回戦2回戦強敵で、で、勝ち逃げする戦法で勝てるほど甘くないと思ってるんで、1回戦もカリベノイしっかり KO でぶっ倒して、2回戦エルナンデスでも、また島野選手でも、きっちり倒したいと思ってます。で決勝は、まあ、最後こうやと思いっきり試合ができたらいいかなと思ってます。はい、一応、しっかりイメージはできてます。はい、改めてこのバイトの K-1 という舞台で、はい、トーナメントチャンピオンがかかった試合に対する気持ち、はい、そうですね、僕は K-1 をもっと高いところに持っていきたいと思ってるんで、K-1 に出れてとか、まあ、K-1 で優勝しても勝っても僕の中では全然満足いってないと思います多分。もっともっと高いところに持っていくには、ただ優勝するだけじゃなくて、やっぱお客さんを引きつけるようなそういう内容が求められてると思うので、もっと高いところに持っていけるように試合で見せるしかないと思ってます。
11月の60キロのトーナメントは、まあ、かなり盛り上がりましたけど、はい、まあ、ズバリ以上のトーナメントにしたいと思いますか。もちろんですね、はい。60キロを盛り上げるのは、あの、まあ、起爆剤になるのは俺浦部宏隆だと思ってるんですよ。これ荒野でもないと思うんですよね。で、まあ、僕も兄弟ですし、あの兄貴が頑張れば、あの弟って自然と追い越そうとするんですね。で60キロの今トッププレイヤーを見てても浦部宏隆っていう名前は全世界に轟き始めてるので、あのこの宏隆の活躍があの K1 60キロを握ってると思ってます。最後、梶原さんから、はい、あのラストファイトを務めた廣中選手が、はい、こう次は世界へ挑むということで、あのアドバイスというかメッセージというかいただけますか。メッセージ何だろうね、あの、うん、もう楽しんで、あの僕が、まあ、浦部兄弟と戦った時はまだ覚醒前だったんですね。逆に僕がプレイヤーだとしたら、もう今戦うとしてはもっとこう震えてしまうぐらい覚醒しているので、あのそのままリングに上がって、はい、あの一番だね、はい、やっぱり、はい、あの相撲でも野球でもお兄ちゃんが活躍するから弟が頑張ってそのシーンが盛り上がるじゃないですか、はい、もうお兄ちゃん次第なんで、はい、もう本当ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。で最後、廣中選手、はい、試合内で意気込みをお願いします、はい、そうですね、はい、K-1 を盛り上げるためにあのリュウさんに言っていただいた通りしっかり、まあ、兄としても、うん、浦部宏隆としてもしっかりいい試合をして K-1 を盛り上げたいと思います。期待していてください。ありがとうございます。はい、お願いします。